この実験は発泡スチロールのボールを2個使います。今風は強風にしています。この風の中に発泡スチロールのボールを入れるとこのように空中に浮きます。ではもう1個入れてみましょう。そうするとこのように2個のボールがぶつかり合ったりしますけど、しばらくの間は外に飛び出しません。激しい衝突が起こってくるとやがて外に飛び出します。ボールが外に出ないのは一部分が外に出たときに内側で吹いている風の流れによってボールが引き戻されるんです。ですからしばらくボールは風の外には出ないという実験ができるんです。では上から見てみましょう。風は強風にしています。